皆さん、こんにちは。お台場の最いグイです。坂本香織選手、金メダル取りましたけど、まあ、あの坂本選手のですね、ショートの時の,あの喜び方80点以上出まして、あの喜び方がですね、海外なんかの人が見て、いや、すごく可愛いと。ね、あの、あんなく喜んでもらえれば、採点者も満足だろうなとか、そんな声がたくさん出てましたね。 それで今日は実はあの、まあ樋口若葉選手の話をさせていただこうと思うんですが、えー、実は樋口若葉選手って、えー、ま、海外の人に結構人気あるんですよね、すごく。で、あの、樋口若葉選手の演技が終わるたびに点数を見てね、海外では絶対よりも低すぎると。本当は一番だぞ、とか、そんな声もよく出てるんですが、えー、この中から今日はですね、 え、いくつかの結構な面白い話があるんで、これ紹介させていただきます。アシリー・ワグナー選手は、これ、ワグナーですから、ドイツですね。出身がドイツですね。バウネルっていう。え、この、アシリー・ワグナー選手、現在、あの、アメリカのね、女性のフィギュアスケーター。このアシリー・ワグナー選手は、あの、若者としてすごく有名なんですよね。えー、 樋口チワ選手のことをね、話すときには必ず、あの、私の若葉バ、私の若葉と言って話してまして、えー、あの、ワカ落ちちゃうとしてもすごく有名なんですよね、海外でも。あの、もうストーカーみたいな感じでね、常にあの、ヒグチ選手の動向を追いかけてると。もうそのぐらいあの、なんか好きなんですね、彼女は。若葉はかっこいいよな 若葉は私のソウルガールなの。彼女のスケートに感動しちゃったわ。若葉はなんてゴージャスなんだ。ライオンキング、最高だったわ。このプログラムがすごく大好きなの。今日の彼女の表現も完璧だったわ。彼女の笑顔はいいね。すごくいいよ。みんな若葉のファンになるべきだよ。 彼女は最高の女の子なんだから。若葉がやってくれたミスなくやってくれたわあ、超嬉しい。若葉はすごく良かったのに、なぜ審判団は彼女にこんなに低い GOE を出したんだもっとずっと高いはずだろ。う。同意。でも彼女、なぜかいつも祭典に恵まれていないよな 日本人のスケーター全員がクロスオーバーするときの膝が美しいのはどうしてなのすごくいいよね。若葉のあのロースコアはなんなんだ警察呼ぶわよ。うーんこのスコア何ジャッジのふざけた間違いだ私は若葉におすすめされたポップソングしか聴かないことにするわ。若葉が試合に戻ってきたぞ。 深底本当に嬉しくてたまらない。いいぞいいぞ。なんかわからんが若葉が好きなんだよね。彼女のルックスはグレートだし、姿形は素晴らしい。その上ジャンプもすごい。さらに、彼女はとてもダイナミック。彼女に恋に落ちちゃったよ。どうして、このプログラムが若葉より9点も上になるのか、ばかげているとしか言えないし。 全く面白くもない冗談よ。北京オリンピックの SP でワリエラの演技の後でその祭典を見たアシュリー・ワグナーが即座にツイートした一文「ザ・アンサー」。樋口若葉選手の演技に対するジャッジの低さは以前から海外ではかなりたくさん指摘されています。また海外の声を YouTube などで見ていますと若葉好きがかなりいるみたいなので。 海外でではかなり人気があるみたいですね。彼女を見ている人を何か虜にしてしまうようなそんな魅力があるみたいですね。坂本選手も樋口選手もそして今回は出ていない紀平選手もニューフェイスの川辺愛菜選手もこれからとても楽しみですね。